自分が採用担当側だったらこの人欲しいなって思わないなって思うようになりました。だから結論になっちゃうんだけど、自分の力量が足りてないから就活をやめるっていうのでいいこと多分何も起きないと思います。それを本ちゃんでやってる 100% どこもうまくいかないので、まあ、それはちょっと念頭に置いておいてください。はい、ということでですね、今面接をしていただいた細井さんなんですが、今回皆さんに相談したいことがあるということで、早速相談の方をフリップにまとめていただいたので出していただけると嬉しいです。はい、就活をやめたい。その背景をちょっと教えていただけたらなと思います。はい、一言で申し上げますと、自分の力量不足を感じたかということになります。具体的に申し上げますと、本選考やインターンの面接ってものを通していく上で、自分が本当に何をやりたいんだとか、自分がどんなあり方でいたいのかとか、そういうことが明確でないなって感じたとともに、自分が採用担当側だったらこの人欲しいなって思わないなって思うようになりました。その中で経験値ってものが全然まだまだ足りないなと思ったので、就活をする段階にまだ来てないなという意味で就活をやめたいという相談になります。じゃあ就職はしたいとは思ってるっていうことです。はい、けど今じゃないなって思ってるんですか。はい、そういうことです。いつ頃ならいいかなとかってあるんですか。特に23年卒で就職したいというこだわりはなくて、自分の経験値が詰めて自信を持って、うん、じゃあ僕を採用してくださいって言えるようになった時がその時なのかなと思っております。ということで、今は就活をやめたいっていうところ、それについて思うことは追加でご質問がありましたら、2つ凄まじく厳しいことになるんだけど、はい、まず僕かなり採用はやってた人間なんですけど、新卒の採用もやってたし、中途採用もやってたんで面接回数で数百回やってる人間なんですね。で、一番最初に瞬間的に落とす理由があって、今の会社が嫌だからっていう人はもう5分で面接終了なんですよ。そういう人いらないんで、はい、要するにネガティブな理由で私をっていう風に持ってくる人は、申し訳ないけど同じことを私にもやりますねっていう扱いになるんで、ノーサンキューなんですね、はい、だからネガティブな理由で何々をやるとか何々をしないって判断をすることを相手に言っていいことは何もない。なんで今回はオープンな話なんで、こういうフィードバックになっても多分活かせると思うんだけど、それを本ちゃんでやってる 100% どこもうまくいかないので、まあ、それはちょっと念頭に置いておいてください。はい、次が何々してから思考っていうふうに言ってるんですけど、何々してから何々をしようっていう人のところには一生チャンスって巡ってこないんですよ。例えばジムの話をするとね、よくこれマジで言うのが、ダイエットしてからジムに行こうとしてるんですよ。逆じゃねって話じゃん。そうですね。なんでそういう風になるかっていうと、恥かきたくないからなんですね。太ってる状態でジムなんかに行ったらマッチョな人たちばっかりで、自分なんかものすごくだらしなく見えちゃうんじゃないかっていうの嫌だから、ダイエットしたら行こうとか言うんだけど、いいじゃん行ってからでダメじゃん。はい、なんでまずやってみてから考えるの方が実は成功確率バンって上がるんですよ。だから結論になっちゃうんだけど、自分の力量が足りてないから就活をやめるっていうのでいいこと多分何も起きない。何々してからっていうので、就活っていうルールに自分を合わせて就活をし直すんだと、多分勝率って全然上がってないと思うんですよね。なんで戦略を変えるっていう方が僕はいいかなと思いました。でもあるあるですよね、何々してからやろうっていうのは、そうほとんどの人がそうで、こっち側に座る人って多分何々してからって考えないで行動するタイプが多いんですよ。そうです。大きい失敗もぶっこいてるんだけれども、結果その中ですごく大きな当たりを当てて、でそれで成功してるっていう人が多いんですよ。だからもうとにかく考えもせずにとにかく行動するっていうのをやってみても僕は損がないかなと。ちょっとかぶれるところから言うと、まず全ての打席でベストを尽くして成果を出せっていうのもそれだけですね。もうできるようになってからじゃなくて、もう今立てる打席に立ってそこで成果を出す、これの積み重ねをぜひやってほしいなっていうところ、はい、っていうのは、まあ、就活はもうやめたいならやめたらいいと思うんですけど、やってるからにはこの場でさえもうめっちゃいいなって思えるような準備してきて成果出すっていうのを毎回の打席で絶対やるべき、はい、それの積み重ねで自分のレベルが少しずつ少しずつ上がる。だからまあ就活やめたいならやめろって言ったんですけど、まあ、今入れる企業入ってそこで成果出すっていうのもありかと思います。就活せずに会社以外のところで成果出すっていうのもいいと思うんですけど、今入れる会社に入ってそこでバーンとして行ってあげる方が効果で早かったりするんで、はい、まあ、とりあえず全部の打席でベストを尽くして、はい、積み重ねてレベルを上げてみてください。はい、ありがとうございます。ということで、じゃあ本日学んだことを最後にフリップで書いていただいて、
けたらなと思ってます、はい、で皆さんに一言ずつが本日の、アドバイスをいただけたらなと思います、はい、じゃあ細井さん最後にフリップをお願いします。はい、怖さは無知であるから学びをました、はい、私は今日相談したこともそうですけど、いろいろ視野が狭くて情報を知らないからいろいろ悩んでしまったり、方向性が分からなくなってしまうっていうことが原因であると思います。なのでまずは知ることから始めることが最初の一歩なのかなということを学びました。ありがとうございます。ということで皆さんから最後に一言ずつアドバイスをいただけたらなと思ってます。よく僕こういう絵を描くんですけど、こう L 字型でね、こっちが年齢で、これが地位とかポジションとかっていう、そういう感じになるんですよ。よくね、こうやってみんな考えちゃうけど、年齢がいったらポジションが上がるっていうふうに考えて、これ二次元的にものを考えるっていうふうに言ってるんだけど、で要するに年齢がいっている大学、今何年生だから就活をして、ね、ポジション上げていかなきゃって思うんだけど、実際にこういう矢印で描けるものではないんですよ。なんで平面ってなると選択肢がすごい少なくて感じるんだけど、 3D にした途端にも選択肢って無限にあるので、実はもう世の中には選択肢だらけなんだってまず自分にそれを言い聞かせないといけない、うん、そうしないとついつい横の人と比べるんですよ、平面的に、うん、あいつも就職活動行ってるし、あいつは面接を1日に何件も受けてる、それに比べて自分はとかでやり始めるとだん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 落ち込んでくるんで、選択肢は無限にあるっていうふうに考えて、上下もないっていうのもずいぶん気楽になるんで、ちょっとそういう考え方ですよ。はい、はい、ありがとうございます。人としてめっちゃいいんで、かつ弱みと思ってるところが強みがめちゃくちゃあると思ってるんで、好きにやっちゃってますでもうどこも受からなくて、もう何も仕事がないってなって、ゴール B のあのジムで働けばいいんで、好きにやっちゃってください。たださっきの、まあ、全部の打席でベストを尽くしまくるっていうのはぜひやってください。はい、リクエストです。はい、ありがとうございます。すごい心強いもう自分で稼げる能力あると思います。ファンを作って自分のファンとなんか一緒に作っていくみたいな感じで自分で稼げると思いますので、もう就活必要ないと僕は思っているので、これからも応援してます。はい、はい、以上です。ありがとうございます。1個出たということで、はい、実は以上になります。皆さん貴重なお時間をいただいてありがとうございました。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。